失礼します。大堀高校の片峰です。今日のゲームはですね、非常に苦しい展開といいますか、やはり江久長岡さんがしっかり我々のプレーのハートメハーフコートのところでですね、それぞれの選手たちの特徴をしっかり捉えた上で守りを固めてきてましたので、ちょっとロースコアな展開に、なったゲームでした。ただその中で、我々大堀高校もやはりこうディフェンスが崩れることなく、ロースコアなゲームになるなというのは5回3分で、私も感じておりましたので、ディフェンスさえ崩れなければ粘りがちというふうなことも考えていましたので、そういった意味で、よくチームとしてディフェンスを頑張り抜いた、今大会を象徴するようなゲーム内容だったんじゃないかなというふうに、思います。あとは勝負どころでのやはり13番の岩下のスリーポイント、それから泉のスリーも1本来ましたね。そういったところ、それから川島が5番ポジションで相手の留学生とね、マッチアップをさせて、そこでのスリーポイントだったり、あるいは勇気持ったドライブだったりっていうのが功を奏したかなというふうに思います。でまた14番の若川、それから15番の副島、この2人がですね、本当によく果敢にゴールにアタックしてくれてましたし、陰ながらですけれども、副島がねしっかり留学生と対峙しながら、今大会やってくれてましたので、数字には、ね、大きく表れてはないかもしれないですけれども、非常によく役割を持って、ね、頑張ってくれた、チームとしてしっかり苦しい場面だったけれども結束して勝ち得た、勝利優勝だったんじゃないかなというふうに、思います。はい、以上です。大堀高校13番岩下純平です。今日の試合の感想は、最初からその自分たちのオフェンスを展開することができずに思いバスケットになって、でもしっかりとディフェンスでは自分たち の, その粘り強いディフェンスでしっかりディフェンスでしっかり止めることができたので、やっぱり後半はその粘り強さではしっかり勝てたんじゃないかなというふうに思います。優勝の感想は、もう去年ベスト16という結果で、その怪我でその応援席からの見守っていて、もう本当に苦しくて悔しくて、もう本当に申し訳なさもたくさんあって、その中でこうやって2年ぶりにウインターカップの東京体育館のコートでプレーすることができて、もう様々なたくさんの人に感謝しかないですし、そのこうやって帰ってきて優勝っていう、もう本当に夢のような結果で終われて、最高の2021年をその締めくくることができて、チームメイト、片峰先生、保護者、両親、さまざまな方に感謝で、感謝して、その結果が優勝という結果で恩返しできて本当に嬉しく思います。以上です。大堀高校14番和久隼人です。優勝した感想は、本当にこのチームは純平さん、豊引さんはじめ3年生がしっかりリーダーシップみんなあって、自分は本当に3年生に支えられてきて、この3年生を、優勝この3年生と一緒に優勝することができたことに本当に嬉しく思いますし、来年は必ず2連覇して、純平さんのような本当に頼もしい存在がいなくなるんで、来年自分が純平さんのような頼もしい存在になって、またこの舞台に立って優勝したいです。以上です。はい、福岡大学附属大堀高等学校15番の副島大です。このウィンターカップで自分の目標は留学生を抑えてチームに貢献するってことだったんですが、最後の決勝で自分が思ったように留学生を抑えきれず、川島優斗に5番ポジションを任せてしまって、すごい負担になったと思います。けど自分が
そのできなかったことでベンチに下がって、じゃあ何ができるってなると、やっぱ声出すとか、そのベンチの地球を盛り上げるとか、そこを今日の決勝で頑張りました。自分はまだ2年生でまだまだ力不足なんですけど、来年もウィンターカップ必ず優勝して2連覇を果たしたいと思います。大濠高校7番の泉斗です。今日のゲームっていうのは、最初から自分たちのシュートが入らずに、なかなか自分たちの思うようなバスケットを展開できなかったんですが、それでもディフェンスを粘り強くやるというチームの中で確認して、それを40分間遂行できたことが今日の勝利につながったと思います。で、僕は中学校から実績もなく大濠高校に来させてもらって、今回の大会インターカップで優勝するっていうのは、まあ、今まで全国大会にも出たことなくて、優勝するという経験は初めてだったので、まあ、すごく嬉しく思ってます。先輩たちが、どんどんやれっていう声をかけてくれたんで、もう自分も強気でいきましたし、最後ディフェンスの面でもリバウンドとかに果敢に飛び込めたと思うんで、もうすごいこのチームメイトには感謝しかないです。で、来年再来年も自分たちは優勝を目指して頑張りたいと思います。以上です。